下良ラ町立田口小学校は愛知県北下良郡下良町田口にある小学校。ニコニコビンビをモットーとし、知徳、体の調和の取れた人間性豊かな児童の育成を目指している。1873年、北下良郡の中心地である田口村に小松屋小学校として創立した。田口学校という名称になったのは1879年。 1956年には、下良町の発足に伴って、現在の下良町立田口小学校に改称した。1989年度までは長らく、田口地区中央部の稲葉が丘に校舎を有していた。1987年10月5日には、自衛隊及び共同企業体が、田口地区東部の白根戸の丘新校舎の造成を開始。 1990年3月24日に稲葉が岡校舎の閉校式を行い、1990年4月6日に新校舎での開校式を行った。2階建て校舎の延べ床面積は4543.01平方メートル。内装には地元産の杉やヒノキが多用されている。稲葉が岡校舎の鉄筋コンクリート作りの特別室校舎は残され、 この特別執行者を用いて1991年には、下田町民図書館が開館している。1994年度には、日本学校保健会による、全日本健康推進学校スコヤ奨励賞を受賞した。稲葉が、岡の小学校跡地には2014年1月に、下田町役場新庁舎が完成し、下田町役場、下田町議会議場、 したら町民図書館などが開館した。2014年度の児童数は47名であり、したら町に5校ある、小学校のうち最も多かった。2015年度の児童数は44名、7学級だった。職員は14名、特別支援教育支援員2名、スクールカウンセラー1名だった。ありがとうございます。